原価率表記してみたら、は引くだろうね。ねあのり弁頼んで、う醤油がついてないと、お醤油がついてないからどうなってんだ、これって、で、醤油の代わりにソースがついてるんですよ、これはあのやりやがったなと、ソースと醤油間違えたなと思って、電話かけたらあの、うちではソースをお付けしてますって言うんですよ。 でなえのり弁でソースってどういうことなの何に使うのって言ったらいやの白身魚の,あの白身魚のフライに使うんですって言われていやおかしいだろ白身魚の、えー、とフライにはタルタルソースがついてるんだろうって言ったらあのお客様の注文されたのは何ですかってだから、だからのり弁って言うとろうがーって言ったらあ あのお客様の注文されたのはのり弁当でタルタルソースはついてないんですねと言われてタルタルソースのついてるのはあのりタル弁当なんですけどと言われてああそうかいとじゃあ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 ,じゃあ,あの仮に仮にだ仮ににだそのソースをソースはじゃあえ白身魚のフライに つけるためにつけてくれたとしよう、仮に。でも、醤油がついてないことの、醤油がついてないことの理由にはならねえだろうがと。どうなっとんじゃ、てめんとほらと。忘れとんじゃねえのかと。したら、あ、あの、お客様、あの当店のあの、のり弁当は、あの、えっと、のりを、 ご飯の上に乗せる前に一度お醤油につけてから乗ののせてるんですね、えーえー、とそれにプラスお醤油をかけると塩分が強すぎてしまいますので、えー、ともしそれでもお客様があの必要であれば注文の際に <laughs> 注文の際に言ってもらえればあのお付けしますって言われたんですよ。言言っったたなと、言ったなこの野郎と。この いうことで返す刀で「分かりましたカチャって切ったわけですよね、うん、ええー、味ついてたんだこれそれであの食べたらあちゃんとお醤油の味するこれよかったと思ってそういうねあの事件があるわけですよ いや、おかしいやん、だって、あの絶対お、お醤油醤油かけるじゃん、のり弁当には、あのりの上に、お醤油かけるじゃん、<え>あのお魚の、あのお魚のこう赤いキャップのやつで、赤いお魚のキャップにお醤油入ってるでしょ、それで、こう、お醤油あのかけてあの食べるのがあのり弁当でしょ、いや、あのまさかお醤油がついてるとあ思わないから、ちっちゃったいや、そしたら、 その醤油の代わりにソースの小袋がついてたら、あこれ、間違えたと思うでしょ。うん、で、あのしかも、あのレシートはカウンターのところに置いてきちゃってるもんだから、じゃインターネットで調べたの本部にまでもあの電話かけたのには、問い合わせセンターみたいなとこで。間違えたと思うかも、うん、<laughs> この野郎、でもこの野郎と思ったけど、まあ電話かけた時にはあくまであの丁寧に。うん あのー、ちょっとお伺いしますけども、あの苔、ー、弁当を買ったらお、お醤油がついてないで、おソースがついてきたんですけどって言ったら、あはい、当店ではあのおソースをお付けしてますっていう言,う言うから、何、海苔弁当にソースかけるやつがい,いるのかといや。世間一般で うん、海苔弁当って言ったら、醤油かけて食べるでしょうと。じゃ、このソースは何のために。あの、つけるんですか、みたいに言ったら。そうたろうさんの早とちり感。わら。多分、そのクレーム多いんだろうな。そうなのかな。<laughs> そうなのかな。うん、で、そしたら、あの白身魚のフライっていうじゃない。で、白身魚のフライには、タルタルソースがついてるのに。苔のりなんでしょうね。うん、わら。そしたら。 いやタルタルソースはついてませんと言われて、うん。タルタルソースはついてないんです、お客様の買われたのは、って言われて。いや、そんなわけねえだろ、タルタルソースついてんだろうが、つってパカッて開けたらついてないのね。う,ん、うーんあのなるほど、じゃあこの, <laughs> この白身魚のフライにソースをつけるんですねと。いや、しかしちょっと待って、お醤油がついてないんじゃないかって言ったら、まあ、そういうことなんですよ。 あの最初からお醤油がかかってるんですっていうそれ飯花でかたち花でやってたネタのような気がするえええー、っと何あの飯花でかんで,でかたち花ってなんだろう つけて食べるかはその人次第です、うん、とりあえずのりたる弁当は覚えましたのりたる弁当っていうのがあるのね。であの,であのそもそもよくか考えたらあのタルタルソースがついてんだろうがってえっ、ー、と漫画なのあののり、えっ、ー、とのりたるべん、あ、そののり弁当に白身魚のフライにはタルタルソースがついてんだろうがって言ったけど俺あのタルタルソースは嫌いなのねその番組見たことあります あの俺あのマヨネーズとタルタルソース嫌いだからあの仮にタルタルソースかかってても俺あのあのあの箸とかであのすくって取るんだわ俺あのあのタルタルソースは嫌いなんだわ、えーうん、だからあの結局のところはあの取るんだけどえっ、ー、とだから結果的にあ、まあ、ソースがついてる方があの良かったんだけどうん いやこっちあの恥ずかしめを受けたと思ったのよ。うん、あのー、いや最初からお醤油あのお醤油はかかってるんですって。あのそれでもよかったらあのー、注文の際に言っていただければお付けしますみたいに言うからこのやろうと思って。わ、うん、かる私も嫌いです、うん、タルタルソース。そあそうですか。えっとまあねどうしてもと言われればの食べられるんだけど。 うん、まあ、どっちかっていうと、まあ、ソースで食べたいかな、うん。いや、ソースで食べたかったんだ。<laughs> そしたら、あのよかったじゃんね、あの、むしろね。ソースが。まあ、えっ、ー、と、これは、えー、とこの話はおあの俺が悪かったけど、確かにね。ただ、このあのピザハットの件はおかしいでしょ。俺あの、悪くないでしょ。

まあ、だから、おかげで、あの、時間なくなっちゃった、もう、今日はあの、あの、何もできないよ。うわ、ストーカー気質ですね、うん、俺。うん、うちの兄は、全員の態度がおかしいときは、とことんまで追い込みます。笑、うん、ら。あ、そう。まあ、俺はね、すごくね、あの。なんだろう、あの、喋り方も、あの。丁寧で。えっ、ー、と、まあ、声をね、荒けたりしないので。 あのね、こう、全く、なん、す、あの、そうやろ、丁寧な。丁寧な、あの、クレームの電話なので。うん。まあ、声をあ、あ、荒げた、りすることはないんですけど。うん、え。さんざん声を荒げてる感じ受けますが。終了まであと三分になりました。俺じゃなくて、それ。うん、ねえ。えあの。あの、無点くら寿司に電話か。 電話のかけたときもあの放送中にあの電話かかってきてこう、ね、あのなんだろうあのだ神様に接するような態度で、うん、すごい丁寧な敬語を使ってまあ会話しましたけども、ね、あくまであの,ひあの人と人で人、ね、人と人なのでね、うん、相手も人間,人間ですよ。 あのまあなんていうんですかねまああの話せばわかると言いますか。成人そうだろうん。注意ではもうやったんです、うん、いやあのやってないの。いや今日今日しようと思ったけどあのあのあのピザハットのせいでもうあのできなくなっちゃった。プレーム紙の間違い。もうねあの寝る時間だよ。 あのまだあの風呂も入ってないよでさ,、あのーまあ、さっきのピザの話に戻るけどさあのピザのさそのサービスをあのやめるなっていうんでマクドナルドもそうそうなんだけどハンバーガー半額ですみたいなさああ広告ありがとうございますアンディーさん、うん、いやあのマクドナルドとかもさハンバーガーチーズバーガー半額みたいなさ あの80円ですよみたいなさあるけどいやあの別にあのピ,あのピザだけじゃないんだけどあのいや一度始めたサービスはやめるなって言うんですよ、本当にや,あのやめるぐらいならやっちゃだめでしょ半額サービスって散々や,やってて毎日半額ですよってやっててさでちょっと経ったらいや、やっぱりこっち限定のこの 6, 6つぐらいからにし,してくださいみたいなさ。 女ダメでしょ、後からさおかしくないでいっつもそうそうなんだよね、あのマクドナルドとか特に、うん、サイドメニューがあのポテトかサラダかチキンナゲットか、えっと、自由に選択できますなんてやっといてあの2ヶ月くらい経ったらもうあのやめちゃうでしょ。 あのー、えっとフライドポテトのあのシェアポテトとかどうなっちゃったのだって L サイズ2個分みたいなやつマクドも何年も行ってないオツでした結局あの具合悪くなるとあのやめちゃうでしょマックの裏メニューとか流れ行ってないねうんはいじゃあえっとこれで終わりにします明日に期待、うん、はいじゃあ,ありがとうございました